当社ではよりお客様の利便性を高めるために現在さまざまなインターネットサービスを行っております。当社独自のインターネットオークションシステム iNet のご利用方法をご紹介いたします。最初にご紹介するのが iNet へのログイン方法です。まずこちらの URL から荒井オートオークションホームページにアクセスします。ウェブ検索では荒井オートオークションで検索いただいてもアクセスできます。ホームページを開いたら画面の右上にある iNet ログインをクリックします。次に会員様個別のログイン ID、 パスワード、ユーザー ID を入力します。事前に当社よりお知らせしている ID、 パスワードでお入れください。入力を終えたらログインボタンをクリックします。入札に関しての注意事項をご一読いただき、同意いただけましたら同意するをクリックします。通常検索か簡単検索のどちらかを選択いただきます。通常検索は主に社名検索機能より車両検索をスタートする仕組みとなり、簡単検索は商材選択、形状選択、データ選択の最小3ステップの絞り込みで、ターゲット車両を簡単に検索することが可能となっております。こちらが iNet のトップ画面です。ログインはこれで完了です。続いて iNet リアルのご利用方法のご紹介です。まず iNet トップ画面の黄色の iNet リアルのタブをクリックし、次に iNet リアルへの接続はこちらをクリックします。最後に iNet を実行するをクリックし、 iNet リアルを起動させます。 iNet リアルのトップ画面にはリアルタイムで開催中のオークションが一覧で表示されます。その中から利用したい会場をクリックします。画面が切り替わり、現在競りにかけられている車両が表示されます。切り替えボタンで観戦モードから参戦モードへ変更します。応札ボタンをクリックして応札を入れます。ワンクリックで3000円から5000円ほど競り上がっていきます。競り上がり金額は会場によって異なります。ご自身が最高応札者の時、権利ランプが点灯します。売り切りランプと権利ランプが両方点灯したまま競りが終わればご自身の落札となります。落札されると落札確認の表示が出てくるので、確認ボタンを押して次に行きます。続いて iNet リアルでの出品のご紹介です。競りがスタートし、自分の出品車両の順番となると調整用のボタンが表示されます。スローボタンを押すか売り切りボタンを押すまで自動的に競り上がります。スローボタンを押すと自動競り上がりが止まり、最終応札を捕まえることができます。スロー解除ボタンを押すと少しだけ競り上げることができます。最終応札に追いついてこないと売り切ることができず流れます。どのボタンも押されずに放置すると流れ警告のカウントダウンが始まります。流れ警告がゼロになると流れますのでご注意ください。競り金額と最終応札金額が同額のタイミングに売り切りボタンを押して売り切ります。この場合は268万円で制約することができました。ここからは店舗在庫サービスへの車両登録から出品までの方法についてご説明いたします。まず iNet のトップ画面のマイページから店舗在庫登録をクリックします。社名から登録の項目で登録したい車両の形状を選択し、メーカー、形式、社名、グレードなどを入力していきます。すべて入力できたら次へをクリックします。車両情報登録画面で必要な情報を入力していきます。黄色の部分は入力が必須項目となります。次に検査での傷やへこみ箇所を入力します。ガイドで出る範囲、程度を参考に記号を該当の箇所に入れます。セールスポイント、不具合箇所、注意事項は任意項目ですが、入札の際のポイントとなるので入力をお勧めします。続いて会員情報と現車所在地、店舗在庫サービス掲載価格の項目となります。店舗在庫サービス掲載価格は
1000円単位で入力します。最後に出品規約にのっとり評価点を入力します。入力が終わったらページ下部の登録をクリックします。問題がなければ OK へ進み、車両画像の登録に移ります。ファイルの選択から画像をアップロードします。なお、フロントとリアの画像を含め最低2枚は必須となります。登録ボタンをクリックし、登録完了の表示が出れば OK です。次に、店舗在庫サービスの在庫確認並びに落札方法についてご説明いたします。共有在庫一覧より車両を選択します。価格交渉を行う場合はこちらの画面で価格を変更し、価格交渉の申し込みができます。こちらで申し込み並びに在庫確認の操作は完了となり、あとは事務局からの連絡を待つだけとなります。当社ではオークション利用に伴う様々なサービスをウェブ上で展開しております。お客様のより良いビジネス展開のために、ぜひiNetをご活用くださいませ。